はい、夢です。こんにちは。どうも。はい、ディズニーシーでね、夜のショー、ビリーブ始まりましたね。はい、ビリーブ連日大人気ですよね。で、僕もですね、ビリーブ長時間待つゲストが多いっていうふうにね、そういう動画を上げてるんですけども、まあやっぱり皆さんすごいですよね。ガッツというか気合というかね、やっぱ少しでもいいところで見たいという、そういうやっぱ気合が入ってるゲストが多いので、皆さん朝早くからいわゆる地蔵って言って長時間待ってますよね。すごい方は朝から待ったりしてます。もう4時間5時間待つのももう当たり前って感じですよね。で、そういう動画を上げるとですね、そういう動画に対してコメントで、こちらは遠方だからショーやパレードにそんな長時間待てないっていう風に、そういうコメント、はい、これね、またよく見るようになりました。でね、このネタ、この話題、この題材ね、またこの話かよっていう風に思う方もいますよね。まあこのチャンネルではまあおなじみの話題なんですけども、こうやってね、新しいショーとかパレード始まると必ずこういうことをね、こうね、コメントで残す視聴者さんが必ず出てくるので、まあ多分新規さんなんだろうね。はい、なのでそれに対してですね、ちょっと僕から一言言わせてください。一つ一つにね、レスリップしたいんですけども、ちょっとまとめて動画でレスリップしますね。まあでもこれね、多分ね、登録者減ると思います。これ今回ばかりはね、これチャンネル登録者減るでしょうね。まあそれでも僕は言いたいこと言います。はい、改めましてですね、ね、遠方だからショーやパレードを長時間待てない、はい、こういうコメント最近またよく見ます。でね、この言葉の意味って何だろうってまあ考えてみるんですね。遠方だとショーやパレードを長時間待てない、遠方だと待てない、じゃあ近いと待てるってこと、遠方だからショーやパレードを長時間待てないってどういうことだってまあ考えてみると、まあ、多分遠方でこのディズニーリゾートに行くのに時間とお金が多分かかるっていう、そういう意味ですよね。そうすると飛行機、電車、バスとか、あとホテルとか宿泊費とか、まあそういう移動交通費でまあお金がかかるから、東京とかはまあめったに行けないと、多分そういうことですね。で、めったに行けないから、もうね、年に1回も行けるか行けないかでめったに行けないから、だったら集中的に乗りたいアトラクションとか見たいショーとかがね、そういうのをね、どっちも楽しみたいと、多分そうやってね、あれもこれもこれもっていう風にいっぱい楽しみたいと、だからそんな長時間待ってらんないと、まあそういうことですよね。で、もしこれがじゃあ遠方ではなくって近くって日帰りできるまあ距離に住んでるとしましょう。まあそうするとまあ交通費の負担もまあ軽く済むので、例えば日を分けて月に1回インパークとか、そういう風にね、こう分けてインパークできるので、だったらじゃあ今日はパレード、今日はアトラクション、今日はグリっていう風に、そういう風にインパークできるっていう、多分そういうことですよね。まあ要は遠くて遠方はまあ絞れないので、こうやってね、欲張る必要があるっていう、まあそういうことだと思うんですよね。でもこれね、これ申し訳ないんですけど、僕これ距離は関係ないと思ってて、結局本人の性格じゃないっていうふうに僕は思います。で、この話ですね、もう100回ぐらいしてるんですけど、またこの話かよ、はいどうぞって感じなんですけども、すいません、もうね、僕のね、チャンネル登録のベテランの方はね、またその話出たよと思うかもしれませんけども、はい、最近の方もいると思うので聞いてくださいね。で、僕はですね、ディズニーリゾートだけじゃなくってアメリカのパークもすごい好きで、で、アメリカのアナハイムなんかもね、2、3年に1回行ってるし、で、ディズニーワールドもこの間ね、19年ぶりに行って、あと去年も行ったので、やっぱり2年に1回ぐらいやっぱり行ってるんですね。で、そうやってね、アメリカのディズニーパークって僕はね、2、3年に1回しか行けないんですけども、でも僕は向こうのパークでも白前の花火とか、あとハーバーショーのハーモニアスとかっていうのは、僕はね、アメリカでも4時間ぐらい持続してます。
んで嘘つけと思うかもしれませんけども、ちゃんとねその4時間5時間持続しているそういう動画も上げてます。でなんでそんなねめったに行けない2年か3年に行けない海外パークでもそんな4時間5時間持続できるかというと、理由はですね、そのアトラクションも乗れなくってグリーンも会えないけど、でもそのショーやそのパレードをベスポジでどうしても見たいからです。優先度が高いんですよ。だから他のものを犠牲にしてでも僕はそのショーをやっぱ特等席でベスポジでバッチリ見たいから、だから待ってます。その他のやりたいことをあってでも犠牲にしてでも僕は待ってます。で実際にですね、例えばねそれでねこう涙を飲んだコンテンツもありましたよ。例えばね2019年かな、その時にディズニーワールドのねハロウィンに行ったんですけど、その時ハロウィンってね花火と白前花火とパレードとあって、やっぱね見たいものがどうしてもあって、そこでですね海外ならではでモアナの成立グリーティングもあったんですよ。でもそのモアナの成立グリーティング60分待ちとかになってて、当時すごい大人気で、でそのモアナの成立グリーを処理待ってると、やっぱね花火もパレードもやっぱいいとこで見れないんですね。だから天秤かけてやっぱパレードと花火は見たいので、でモアナは会いたかったけど諦めて、でパレードと白前花火を持続しました。まあだから僕モアナ会えなかったですよ。でねこういうふうにですねパークのコンテンツっていうのは1回のインパークで全部体験できないようにまあできてんですよ。であれが見れなかった、乗れなかった、あのキャラに会えなかったっていうふうに、そういうふうに物足りなさが残るようにちゃんとやって設計されてるんですね。わざとですねそれはね。だから次のお楽しみとしてまあ取っておけばいいっていう、まあそんだけですよ。で次行った時もしかしたらモアナの成立ぐりね、僕の場合ねやってないかもしれないけど、それはそれでモアナが会えない代わりになんか別のキャラがその分出るはずだし、だから次行った時のお楽しみとして取っておけばいいっていう、まあただそんだけのことですよ。だから遠方だからじゃなくって、それはあなたが欲張りすぎなんですよ。ただの欲張りです。強欲なんですそれは。だから遠方だからショーやパレードを長時間待てないじゃなくって、欲張りだからショーやパレードを長時間待てない、これが正解ですね。なのでレスとかリップとかつぶやきとかでね、なんか遠方だからショーやパレード長時間待てませんじゃないんですよ。私欲張りだからショーやパレードは長時間待てません、これが正解ですね。なので欲張りっていう言葉を使うとなんか強欲に思われるから、だから遠方って言ってなんか負い目があるようなそういう言い方に言い換えてるだけです。だから遠方だから待てないじゃなくって、あなたが欲張りすぎなだけです。ただの欲張りです。もう一回言いますけど、僕は2年3年に一度しか行けないアメリカでもちゃんとショーを3時間4時間待ってます。で日本でも北海道や九州からね年に1回しか行けないような人でも、やっぱりショーをねいいとこで見たいっていう方はね3時間4時間ちゃんと待ってますから。でね僕のね実際にそのアメリカでね3時間4時間そのショーやパレードを待ってる動画っていうのをちょっと見てみてください。でそれを見てそれでもねいや私遠方だから待てないっていう方がいましたら、ぜひ反論のコメントを待ってます。はい、以上です。まあ、多分これね、まあ、今回こそはね、これ登録者減っちゃうと思いますけども、でも言いたいことなんで言いました。はい、じゃあ今日の動画以上になります。じゃあねー。